ではご登場いただきましょう。 ARTA ギャルズ、まずは花琴葉さん、そして牧しおりさん、今井みどりさん、そして木村理恵さん、でさらに藤井マリーさん、そして澤すみれさんです。よろしくお願いします。はい、さあもうね、やっぱりオーラが違いますね。ではね、早速ですが、ちょっと撮影の前に一言ずつね、せっかくですからご挨拶いただきたいと思います。コットお願いします。はい、皆さんおはようございます。 2023ARTA ギャルズの花琴葉です。私は ARTA 歴と4年目になります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では続いて牧さん。はい、皆さんおはようございます。 2023ARTA ギャルズの牧しおりです。私は ARTA ギャルズ歴5年目になります。よろしくお願いします。お願いします。皆さんおはようございます。今日は朝早くからお集まりいただきありがとうございます。私はギャルズ歴1年目になりますが、なります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。言わなくていいの。今井みどりです。よろしくお願いします。同じく ARTA ギャルズの木村理恵です。1年目です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆様おはようございます。 ARTA ギャルズの藤井マリーです。皆様お気づきですか、このブリヂストンステージに出た時は ARTA 全てポールポジションを獲得してます。はい、演技がいいです。九州初の450キロレース、ブリヂストンとともに走り抜けていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そして代わりに澤すみれちゃんなんですけど、ちょっと喉を痛めていまして、皆さんはね、澤ちゃんに話しかけるとき小声じゃなくて大丈夫なので、元気に話しかけていただいたら、体は元気なんだよね。手話とかやってくれるんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。澤すみれちゃんです。私は澤すみれです。よろしくお願いします。ちょっとよくわかんない。はい、ありがとうございます。ね、早速撮影タイム行きたいと思います。また後でね、ちょっと一言ずつお話しいただきましょうか。じゃあね、カメラマンの皆さんもうね、今やと、もう撮りたくてというオーラが伝わってまいりましたので、まずはね、撮影タイムをさせていただきます。はい、スタッフがね、1枚撮影いたしますのでご了承ください。はい、ありがとうございます。はい、ではお待たせいたしました。撮影タイムスタートです。いやー、今回からね、冬コス、またね、この冬コスも冬コスでかっこいいですよね。素敵な ARTA ガールズの皆様、ご登場いただきまして、ブリヂストンブース撮影タイム行っております。ではね、撮影の間 BGM 代わりに私の方からちょっとね、お話しさせていただきたいと思います。さて皆さん、先日開催されました ARTA ガールズナイトを参加されましたか？された人？はい、じゃあギャルズ皆さん、この辺りの皆さん、素敵な笑顔お願いいたします。ね、大変盛り上がったということで、次回はですね、11月25日新木場にて開催されますので、まだね、行ったことないという方、ちょっとね、九州からは遠いかもしれませんが、旅行気分でいかがでしょうか。11月25日のスケジュール開けておいていただきたいと思います。今ね、マリーちゃんからもお話しいただきましたけれども、 ARTA 今年絶好調でございます。まずは前回のスゴー8号車ポール・トゥ・ミン、おめでとうございます。はい、そしてですね、昨日行われました予選は16号車が見事ポールポジション獲得です。もうこれはやばい、今回も ARTA 来ちゃうんでしょうかね。はい、実はですね、昨日8号車の、ね、ドライバーのお二人、こちらのステージにご登場いただきました。ちょっとね、アクシデントもありましたが、お二人のね、とっても素敵な様子、トークショーね、Facebook のポテンザでちょっと検索していただくと、まもなくね、そのトークショーの様子、画像が上がってくると思いますので、ご覧になってください。やっぱりね、なんだかんだ言ってもすごくいいチームメイト、先輩後輩、本当にね、兄弟のようにも見えました。とっても素敵なお二人です。さあ、そんな8号車をね、応援しているのが、まず皆さんから向かって左側、原琴葉ちゃんね、今年4年目ということですけれども、コットンは九州熊本県が出身です。はい、九州の皆様、よろしくお願いいたします。そしてで
ですね、コットン、将来の夢が一年中暖かいところに移住というふうになってますが、寒いの苦手ですか？大丈夫？心配。皆さん、コットン温めてくださいね。風邪ひかないように気をつけて。はい、そしてそのお隣、5年目の牧しおりさんです。私、牧さんのちょっと SNS をちょっと拝見させていただいて、すごく気になったのが、トラックドライバーされてるんですって。皆さん驚きじゃないですか？知らなかったの私だけ、ね、好きな車が速い車と大きい車ということですので、まさにレーシングカーとトラック、ね、好きなものに囲まれて輝いています。そんな牧さんですね、9月29日発売のカスタムカーの表紙を飾っていらっしゃいますので、まだねゲットされていない方、大急ぎで書店の方へ駆けつけていただきたいと思います。そしてそのお隣、やはりね、8号車応援されている ARTA では今年1年目という今井みどりさん、見た言っちゃっていいのかな、9月1日にね、あ、じゃあちょっと後でいいですか、ね、ファンの皆さんねご存知だと思いますけれども、今シーズンでレースクイーンの方は卒業されるというふうに発表されましたね。後でちょっとね一言ねお話伺えたらなと思います。本当にね8年間レースクイーンとして活躍されまして、もうねみたいにね癒されたという方たくさんいらっしゃると思います。まだまだねさよならまでちょっと早いですけれどもね、ぜひね皆さんと素敵な思い出たくさん作っていきたいと思います。さあ、そしてそのお隣、木村理恵さんです。木村理恵さんも ARTA ギャルズでは1年目ですけれども、ここからはね、16号車をサポートされているギャルズの皆さんご紹介したいと思います。で、木村理恵さんね、YouTube の方をされてるんですけど、皆さんご覧になってますか？ YouTube、ラーキムチャンネル登録してる人、はい、ありがとうございます。じゃあ真ん中の壁皆さんまだ登録してないの？しなくちゃ、ね、私ちょっとね拝見させていただいたんですがね、先日カート上で初体験ご自身でね、そういったねとっても楽しいねあの動画上がってますので、皆さんぜひ YouTube ランキムチャンネル登録よろしく、高評価もよろしくお願いいたします。はい、そしてそのお隣です。そのお隣は皆さんご存知、藤井マリーさんね。えマリーちゃんといえば2022から23年レースクイーンオブザイヤー、6年間 GT では BS サポートチームのレースクイーンとしてもう花を咲かせまくっていらっしゃいますが、そんなマリーちゃんも先日ねちょっと、まあ、満開の見頃を迎えたよという満開宣言を出されました。皆さん、なんかファンの皆さん泣いてませんか？大丈夫ですか？ね、ちょっとね分かります、私もね気持ちは分かります。またねあのちょっと後でお話一言伺えたらなと思います。まあ、GT もねあと2戦、ね、花は満開だというふうにおっしゃってますが、花の命は意外と長い、私が言うと説得力ないですか？ね、楽しい時間過ごしていきましょう。そして最後ですね、一番左側、はい、サワースミレちゃんです。あれ、なんかこうヘアスタイル、カラーリングが変わったのかな、サワちゃん。なんかもう、え、ね、え、あ、変わってないのか、そうなの。なんかこう髪の毛サラサラヘアで、あ、何、あ、そういうことですか。皆さん、サワちゃんがいつもよりさらにさらにさらに可愛く見えてる秘密が分かりました。なんと今日初めて髪の毛ストレートでこちらの方に来ているんです。拍手、可愛い。ね、なんか貴重な生態使わせちゃってごめんなさい、ささやきおかみしていただきました。はい、そのサワちゃんね、あのサワちゃんといえばやっぱりね、ブリヂストンブースお越しいただいた時もね、とっても素敵な声でチームの皆さん紹介してくれました。グリーンツーリスモ7のね e モータースポーツで MC も担当されていらっしゃいます。皆さん YouTube ご覧になりましたか？あれ、ご覧になりましたか？まだ見てないんですね。じゃあこれは見なくちゃ。ぜひですね、 JEGT で検索してみてください。あの沢ちゃんがね、 MC だけじゃなくて選手としてライセンスが取れるかどうか、あと先日は谷口選手とのねエキシビションレースの様子などもねアップされています。
はい、ぜひですね皆さん10月9日にオートパックス JEGT グランプリ開幕されましたので、これからねますます盛り上がっていくと思います。沢ちゃんのね活躍、今日はねその分治療も兼ねて喉の方は温存していただきましてね、笑顔と、はい、ポージングでバッチリと、はい、見せていただきたいと思います。さあそれではねそろそろお時間近づいてまいりましたので、ちょっと姿勢もね合わせたポージングでね、こと寒いの大丈夫、お腹冷えない、じゃあまずはね、じゃあ向かって左側のカメラマンの皆さんに、はい、ARTA ギャルズの皆さん視線を送ってください。カメラマンの皆さんぜひですねアピールしていただいて、ギャルズの視線を独占してください。そうですね、手を挙げていただくと、あのカメラ見なきゃいけないなって気持ちになりますからね、はい、よろしいでしょうか。だいぶね冷えてきました。風がね強いので、ちょっとね冬越しにはなったといえども、お腹がねちょっとねセクシーに空いております。冷やさないようにしてください。はい、左側のカメラマンの皆さんよろしいでしょうか。では今度ね真ん中のカメラマンの皆さん、お待たせしました。はい、シャッターチャンスでございます。特にねイベント参加された方、視線集めやすいですよ。どんどんアピールしてくださいね。はい、よろしいでしょうか。1番ねポールポジションの1番、そしてポールトゥウィン、ポールトゥウィン宣言でしょうかね。はい、16号車8号車、昨日 ARTA のトークショーでアグリさんもねワンツーでというふうにおっしゃってましたからね、期待したいと思います。はい、ではお待たせいたしました、右側のカメラマンの皆さん、カメラマンもいらっしゃるんですね。まあいいですね、こちらからじゃあ私が撮っちゃおうかなやっぱりねかっこいい、かわいいだけじゃなくてかっこいい素敵な ARTA ギャルズ、女性からも大変人気ですよね。はい、ぜひですねこのね素敵な6人、あと見られるのもね今年2000、今回含めてあと2000です。皆さんねたくさんお写真撮ってください。さあよろしいでしょうか。じゃあカウントダウン行きたいと思います。はい、あとはもう好きな方を向いていただいて、カメラマンの皆さんどんどんアピールしてください。はい、よろしいでしょうか。はい、では撮影タイム終了まであと5秒前、4 3 2 1、 1.5 はい、0、そこまでです。ありがとうございます。素敵な笑顔ありがとうございました。ちょっとね一言ずつというかね、引退宣言もされたお二人に、まりちゃんは満開宣言ですね、一言ずつちょっといただきたいな、いいですか。皆さん、先日も発表させていただいたんですけれども、今シーズンで8年間勤めたレースクイーンを卒業することになりました。本当に長い間、たくさんの応援をありがとうございました。あとは ARTA のシリーズチャンピオンを見届けて卒業したいと思います。最後まで応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。まだまだねあと2戦ありますからね、お願いいたします。じゃあマリちゃんは、はい、私も同じく今シーズンをもちましてレースクイーンを卒業させていただくんですけども、モータースポーツ愛はずっと変わりません。そして、終盤ですね、このオートポリスに来られたことがすごく嬉しくて、九州初の450キロレースっていうのもそうなんですけども、私 GT の500クラスのレースクイーンを始めて ARTA で初めて優勝を見れたんですね。なので本当にすごく幸せな年になったなと思います。なので今回は目指せあと2戦ありますけれども、シリーズチャンピオンを目指して突き進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお送りください。 ARTA ギャルズの皆さんでした。じゃあね、今日寒いけど風邪ひかないように素敵な笑顔でお願いいたします。大きな拍手でお送りください。はい、皆さんも風邪ひかないでくださいね。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。いや、いいな、コットンの投げキスもらった人誰ですか。あ手上がりました。